通勤途中、堀川にかかる悩ましてふと川の方を見ると、なんかいつもと景色が違います。よく見ると川の周りがきれいに飾られています。面白そうだったんで寄り道してみることにしました。まずは国の有形文化財に指定されている旧加藤商会ビルの隣にあるスペースに寄ってみました。あれ、ただの広場がオープンカフェのようになってますね。しかもその周りを囲んでいるハンギングバスケットに何か書いてありますよ。堀川をきれいにしよう。もう一度橋の上に戻ってみるとこんな看板がありました。堀川フラワーフェスティバル、そう書いてあります。何やら楽しそうなイベントがいっぱいあるみたいですよ。知ってしまった以上は取材しないと、ということで仕事を早く終えてやってきました。まずは旧加藤商会ビルの地下にある堀川ギャラリーに寄ってみました。ここには去年のフェスティバルの写真や皆さんが作った絵手紙が展示されていました。堀川ギャラリーの見学後、隣にあるオープンカフェにやってきました。これはタイ風チャーハンです。美味しそうでしょ。ビールを飲みながら、どうぞどうぞ入ってきてください。どうぞどうぞ。こんなのが始まりましたよ。名古屋のど真ん中のこの都会にですね、この川のせせらぎがあって、ふと、感じてみると意外にこう癒される場所がたくさんあるなと。そんな中で、川のせせらぎを聞きながらくつろいでいってください。川に船が現れました。水上でお酒を飲みながら音楽を聴く、これ楽しそう。あまりにも楽しそうだったんで、私もビール片手に乗ってみることにしました。これ実はたったの500円なんですよ。花と水と音楽、癒されるな。ところで、このイベントの趣旨って一体どういったものなんでしょうか。ちょっと疑問に思ったものですから聞いてみました。フラワーフェスティバルは、かつて、桃や桜の花で、賑やかだった堀川を取り戻そうということで、市民の手で、フラワーハンギングバスケットを作成して、堀川をきれいに飾り立てているものです。これで、2010年に開作から400年を迎える堀川をさらにきれいにしていこうということで、市民の願いが込められています。堀川をきれいにしたい、そんな思いのこもったイベントだったんですね。ご近所の皆さん、ぜひこのイベントに来てみてください。